思い出のガンプラキットレビュー集。機動戦士ガンダムエイジ。アドバンスドグレード、ジェノアス。ヤーガンドレイス、ジェノアス出るぞ。早くハッチを開けてくれ。機動戦士ガンダムエイジとは、2011年から全49話が放送されたサンライズ制作のガンダムシリーズである。当初からゲームを売るために企画されたガンダムであり、ちぐはぐな設定に、過去のガンダム作品のオマージュを散りばめた闇鍋的な作品なのですよん。唐突にイベントが始まったりしやがるんで、強いられている感じがファンやがのたをイラッとさせたものよのう。わざわざ休みを削ってまで見る必要はなしとの、年配アニメファンの反応がクソ寒く、特に、フリット編は、ガキンチョからも評判が良くなかった、いやあんな作品なのでございます。出だしからこれかい。ジェノアスは、第一部、フリット編に登場する金冠頭のモビルスーツだよ。アニメ作品ではたまに登場する、頭部がツルピカハゲマル君的な存在だったりした問題。昔ならモスピーダのライドアーマー、最近ならアクセルワールドのシルバークローみたいなデザイン。その簡素ないでたちから坊さんを連想させる機体なのですよ。なあむー。お手手の節と節を合わせて節合わせー。一応、地球連邦軍の主力量産型モビルスーツなのですよん。武器はビームスプレーガンと、接近専用のヒートスティックを装備。ガンダムエイジの謎設定の一つである、銀の廃条約の影響により、UE のモビルスーツの前では、全く無力な兵器になっちまってるのだけれどもね。活躍シーンもそこそこあり、意外にも撃破されるシーンが少ないんで、14年も UE のガフランを撃破できなかったってのが嘘みたい。てか、とっくに UE にやられててもおかしくないよね。そうだよね。どちらかといえば、ラーガンの機体よりも、連邦の別部隊のカラーの方がかっこいいよなぁ、なんてのが当時の認識でありんした。はい。パイロットは、フリットの兄貴分だったラーガンドレイス28歳。本来はこの人がエイジ1のパイロット。ノーライ UE が襲撃してきた際、ガフランの待ち伏せを食らって負傷したんで、フリットにエイジ1のパイロットの座を譲ることになるのだよん。ガンダムエイジの初期設定が使われた漫画版では、この時にオッチン出るわけでして、当初の予定では、早々に死亡するキャラだったのは明白なの予想なのよ。でも、なんやかんやで生き残ったのが超不思議。状況的にいつ死んでもおかしくない状況なのに、いつまで経ってもキャラの断末魔が聞かれないのよ。おかしいな。違うよ違う。ジェノアスの頭部パリーンで目ん玉病音。やはり、ジェノアスではダメだったか。なんて捨て台詞を吐いて大爆発。そんでフリットが覚醒ってのが、みんなが期待していた役どころだったはずなのぴょん。フリット編の終盤では、ドッツガンを装備してジェノアスもそこそこ活躍するものの、活躍が遅かっただけに人気がなく、小売店ではかなり苦戦していたのでございます。ダメだ、売れねえ。ジェノアスは、アドバンスドグレード第3弾のキットだよ。値段はなんと600円。2011年に発売されたキットだったのさ。アドバンスドグレードの特徴としては、ブロックビルドシステムを採用したおかげで組み立てやすさがさらに増し、内部にエイジシステムならぬゲージングチップを搭載している点なのですよ。発売前から評価は微妙。定価で買ったやつなんているんかーい。敵はシンプルで丈夫なのは相変わらず、投げても踏んでも壊れねえ。成型色は少ないものの、頭部のクリアパーツのおかげでそこそこ見れる仕様だよん。可動部分は少ないけれど、すだちのプロポーションはそこそこなので気分転換のパチ組用にはもってこい。100円の捨て値で大量に投げ売りされてたんで、ストレス解消用に大量買いしたモデラーも多く、かつてのイデオンキットのような切なさを醸し出す存在だったよ。あいたたたー。武器は、定番のペラペラのビームスプレーガンが一丁。頭部は、バイザーの中のセンサーまで再現してるのはいいけども、クリアパーツが濃すぎて、いまいちよくわからねえのが残念無念冷やそうめん。ガキンチョ向けのキットだというのに、シールやデカールがついてないのも痛いよねー。ジェノアスが好きなやつは、当然、ハイグレード版を買うだろうけど、このキットが発売された時点では、ハイグレード版が出るなんて想像もできない状況だったのでござんすよ。ハイグレードもすぐ安くなったよねー。